こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は覚醒静か使いに行きましょう。初強化プラス20イベントボーナスプラス20ということで、初強化が80、イベントボーナスが100ですね、の静かをお借りしてきましたと。うん、強すぎな。はい、使えばわかるその強さ、行きましょう。で、招きとお守り持ってきまーす。これ多分やばい強いぜ。まあ本当にその静かが真に輝くのは先になると思うんですけど、お、これダンジョン。めっちゃクリスマス期待できる。クリスマス来ればちゃんと。うん、赤原守備でいいでしょう。すげえクリスマス期待。おお、追い打ちね。ちょっとミートコツをね、赤原からはまあ先にもらいたいっていうのはありますね。で、今回あと4で組んでるからな。どうなるんだろう、ちょっとわかんないですね、その辺が。のみ、おーい、まあ、割と精神は今回は外れではないですけどね。お、いいね。これは再建しようか。で、狙いたいのはやっぱ精神すげー使うんで、赤原は最低限ちょっと狙っていきたいかなと思います。狙えるんであればね。なんかポイントすごいな。静か静か静か、ここは OK、 体力回復。難しいな、どっち行こう。起点としては、まあ、体力回復は使いたいんですけどね。こっちに行こう。やっぱり休みながら評価を上げる、これが大事ですね。光った佐伯、まあ2人でしょうね。うん、意外性。ここは無理に勝負する人はないですね。体力も減ってますし。もったいね。ただ赤原はこれでいったんじゃない。ああ、上がらないのか。ハーク、もうなんかピンクなんだけど、あ、オレンジなんだけども。踏んだかな、一回でも僕。サイガー、まあ、スカウトかサイガー、まあ、ここかな。うん、体力消費減ですからね。よっしゃよっしゃ、ナイス。赤原、上がった上がった上がった、評価上がった、ナイス。大谷行きましょうか。広角打法とか欲しい。おーい。コツ全然ねえ。おー、いいね。意外性いったわ。ああ、違うか。次か。で、これいきましょう。これも割と大事だけどね。精神だし。のみ。ああ、どうしよう。のみのコツ、別にかもしんねえな。まあ、当然、安倍妃とか欲しいのあるんですけど、まあ、最近、潰しますか。結構、意外性取れる機会多いな。よくよく考えると。赤原っすね。追い打ち、リベンジ取っちゃおう。そして、リベンジ。
うん、キャッチャーか。まあまあまあ、静か間に合いましたね。何にも踏んでないけど間に合いましたね。めっちゃちょろい。これやべえな。やっぱ。そして58入った。赤原、じゃな、ダメですか。ダメですか。赤原、じゃダメですか。そっか、赤原ダメなんだね。うん、まあどうでしょう。赤原は3回目で踏みたい。まあ、サイガとか、あとは、大谷？その辺を。ノーミも踏みたくねえんだよな、できれば。ノーミはいいかな。筋力、静かで入るでしょ。で、春英のテーマでもいいですしね。金徳に関しては。意外性入った。あ、これもう、クリアできるな。上り上司狙いに行くか、クリアできるし。あ、でもどうしよう。暇じゃないといえば暇じゃないね。クリスマスまでそんなにターンもない。打撃、あー、すごく難しい感じだな。青々紫、これいけないかな。青緑、あ、いけるいける。あ、敏将いってもいいな、こういう時に。うん、ちょっと敏将稼いどくか。敏将ないもんね、こういう時に。敏将稼いどこう。うん、これは静かを狙っておきましょう。くそ。うわー、踏みしょ。静かで。あ、サクッと抑えたいですね、できたら。オッケー。波動。待機か。60入るね。でかいね。でもこれもめちゃめちゃでかいね。これもめちゃめちゃでかいね。意外性と逆境。再起いくか。で、筋力とラッキーボーイで。ここは守備で、はい、しっかりと敏将入れておきましょう。え、これすげえ強いね。71、81。まあ、ノーミいったらワンチャンスクリアありますね。ノーミにしようか。筋力まるでないや。パワー暇だかな。そして、で、ここでさすがにここに変えます。で、再起か。 29%、 これちょっとリスク高いっすね。正直、まあ、静かの4回目のデート、5回目のデート、ここで使ってもいいと思います。37強。
意味がわからない。強すぎた。なんなんそれ。それちょっとやばいぞ。値が変だったよ。大谷でいいですかね。初球とか欲しいよね。かなんか阿部比が欲しいのかな。広角打法。まあアベレージヒッターが辛いっていうのは間違いないので、まあ、こっちに行くか。別にこれクリア目指さなくていいし、ね、ナイス。頼むよ静か。ここもポイント欲しい。てかパーヒーイベントで早くパーヒー欲しい。37ホールすげえな。おお、なにこれ 75? 意味がわからない。よかったよかった。これ静かがいい回になりそうだ。75入ったから。超強烈だわ。何点入ったの一体。300点。300点ってなんかぶっ壊れるな。サイガ。わー、これ強いっすね。で、脳みも、佐伯ももう終わってるよね。あれ脳み佐伯終わってんの？終わってなくない？どっちか絶対終わってなくない？アイコンタクトになってる。終わっている。終わっているんかい。どうしよう。最大にしようか。ちょっと。いや、でもパーヒーまだなんだよな。それが辛いわ。パーヒーがまだが辛いです。赤原いらないね。シラスいらんくないこれ。ああ、赤原ですね。お願い。赤原先生、チャンス。そしてミート。あ、ミートあげちった今ちょっと。あ、そう、シラス踏んじゃった。ぐじゃぐじゃになっちゃった。ぐじゃぐじゃになっちゃった今。うわー、やってもた。でもまあいいか。ミートあげちゃったよ。あ、ダブルタック。やべ、完全ぐじゃぐじゃにしちゃった僕が。これ、紫、緑、青。あ、いけるいける。これもうスタートさせましょう。アイコンこれでひねり出すしかないや、なんとか。すげえ。強すぎた。てか、脳みのイベントとかまだだな。いやーもう完全にぐじゃぐじゃにしちゃいましたね。申し訳ない。完全にぐっちゃぐちゃにしちゃったわ。おお、いいっすね。これは行った方がいいでしょう。で、精神で次踏んでいって、バレンタインで回復して、詰めていく感じですね。あー、ちょっと静かの強力な感じにはなったんだけどな。波動高校。波動方向、アイコンタクトか、やってもうたな、完全に。波動ってアイコンなんだ。うわぁ、これ、勝負するしかないじゃん。こんなの。こんなの勝負するしかないじゃん。勝負一択じゃないですか。怪我しにくさ、はい、はい、はい、ドン。なあ、やっちまったな完全に。うん、これどこでも良さそうっていうのと、だったら精神でいきたいですね。やる気戻ってほしい。うん、まあこういうところで、まあ、今回はなかったですけど体力を消費していくんでね。僕明鏡止水の方にしたかな。ちょっと待って、ちょっと待って、だいぶ怪しいよ。僕明鏡止水の方に振ったかな。大谷行きます。
だいぶ雑いねプレイが。そうか、これきついね。てか無理だな、あの怪我が全てだったな。やめておこう体力。うん、一応ここ精神で筋肉もらって。いやー無理だよね、そりゃ無理だよね、さすがに。あー完全にやっちまったな。初撃アイコンもう一回チャンスあるけどね。まあいけるでしょ、青青、まあいけるでしょ。赤って入ってたかな、一応確認した方がいいっすね。入ってる、はい、行こう。これは多分いけるでしょう。いやー僕迷宮室にしたかしてない気がするな。おっ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ。あぶね、ここ見せたらもうほんとおしまいだった、完全に。すごいよポイントがこれ。うん、呼吸もいけそうですね。精神全然足りてるな。ラッキー、ポイントバランスもだいぶ良くなってきて。やる気を、やる気を誰かください。うん、まあいいでしょう。走ってくれれば途中で体力回復できますね。これは筋力とかで、いいかな。体力消費減ですからね。うん。ナーイス。それはありがたい。静か何にもしてないのに今評価いってんだけど。きた。よっしゃパワーヒー、もう筋力足りてますね、盆栽ですけど。すさまじきだね。これは精神で。静か、デート何回やったかな？どうすか、伊野じゃないな。矢部くんか？うん、敏捷ですね。おっしゃ、これはもう決定だよ。固めでいいでしょう。もう取っちゃっていいでしょう、これ。で、これは絶対いったでしょう。おーい。ちょっとやる気を、やる気をください。やる気ずっとあれな感じなんだけど。でもめっちゃ点出る。あ、バンプ高校ね。あ、ダブルタック入ってますね。一応、まあ大丈夫だと思うけどね。筋力入れ、うん、守備入れとこうか。まあ何が起こるか分かんないですからね。これでクリアできないとか、正直笑えないですからね。筋力全くいらないの、やっぱ一人で十分すぎるぐらい入るな。筋力いらなくてもなんとかなるんじゃないのこれ。なんとかなりそうだな、楽譜で。
いやーでもこのサクセスはちょっと申し訳ないことに僕がやらかしまくっているので、静かって強いなっていう、それを見てください皆さん静かって強いなって、まあ本当それだけ見ていただければいいと思います。でもすげえな、大吉、クリスマス大吉も恐ろしい点入ってましたね。頼む、やる気くれ。うん、ちょっと負けそうですね。お、勝った。超強いね静か強すぎだな。阿部人降格か。うわー強やる気やる気やる気。うわー、これやる気あったら相当いったぞ。やる気がなさすぎた。マジでやる気どうにかしてやる気どうにかしてくれ。佐伯ちょっとデートしましょうか。もうなんかデートしないと全然あれですね、間に合わないですね。いやーもったいないなー、今の3人タッグだもんね。このなんかしょぼーんとした顔してる場合じゃないよパーマツくんって感じですね。せめて普通に戻って戻んね戻んね。静かってそんなに、なんかやる気ないやつだったか。あーどうしようかな、遊ぶ遊ばないと無理だよね、さすがに一回は。うん、まあ騎馬戦がやっぱあるんでね、これで行くしかないかな。うん、さすがにこれは逃げられないですからね、自分で決着をつける。負けたらもう潔く終わりますわ。ど真ん中じゃない、危ねえ。58オールやべえな。のみが仮装しました。で、デートもう一丁行って、得意練習系を入れて、最後、名鏡をぶっ破すればいいと思うので、これ入れといて、危ねえ。通院とか押しそうになった。うん、アホ強いなこいつ。お、かなり、そっか、かなりくれるんだ、それもいいところだね。迷宮のテーマいきましょう。よっしゃ、まあクリアしていく前提でいいかな。まんべんたく点入れたいですし、ね、よし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 、いいよこれは普通にタックでいいでしょう。安倍比が欲しいな、安倍比欲しいな。チャンスメーカーはいらないのか。わあ、いらないって。
うん、なんかここまで来てるからまあミートボーツ C でもまあ良かったのかもしれない。普通に入魂でごまかしていく感じでいいと思います。そうか、これ助かったな。てか精神足んねえなやっぱ。情熱エールのカナリアマジ助かりますね。バカハラのシラス高校のテーマ大事だな。アイコン情熱免許制だもん。やっぱ必要だったんだな。補給とか上げてる場合じゃなかった。まだミートも死んだし。迷宮のテーマとか踏んでる場合じゃないのかもしれない、もしかしたら。あー、これは赤原だね。頼むミートボツチャンスどっちか。あー、だったらよかったわ。精神いいねー、ナイス。しかもダブルで入ってますね。チャンスメーカー仕方ないっすね。取るほかない。もう取ってやるわ。はい、やーべ、引くれー。うん、直取ってもいい感じのレベルになってきてるね。竹の道取りましょう。うん、なんだろうこれ、筋力意味わかんないなマジで。筋力は意味わからないレベルまで成長してますね。お待たせ、4番名教先制のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で水木、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました。ファーク投球、これから2球目打った。これは強烈、いった。オッケー、入った入った。同点で迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面で打ちました、痛烈。左中間、入った入った。名教リードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で水木、今日4打点を挙げています。さあ次の投球、投げました、これはいい当たりだ。さすがに勝ったら上段。名教リードで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打った、これは強烈、いった。コツ的には阿部比チャンスミートが拾えればまあ揃ったって感じですね。ちょっと厳しいかな。すっげー強っ。うん、精神も大丈夫そうですね。あから頼む、キャッチャー以外で、キャッチャー以外で頼むなー。全然わからん。うん、まあ結構取っていいような気はしますけどね。お待たせ、メイクソ強いよ。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面、打ちました、スルレツ、いった、入った入った。そうっすね、まあコツがくれやすい赤原が3回も金儀だとちょっとどうしようもねえなって感じですね。リードで迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放っている水木、第2球投げました、打った、これは強烈、いった、入った入った。
京リードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で水木打った絶賛落下点に入った取りました。これで3アウト1塁。キーパーいくらくれたの点数。正月300点、クリスマスも300点以上くれたよね。シャークリア。ほんと、まあ、スカウトもいるけど、普通に打撃でいいでしょ、これ。まあ僕がやらかさなければもうちょっといいサクセスにはできたかなと思います。あとはやっぱびっくりでコツをくれにくくなったような気がしますね。各キャラ体感ですけど、結構サイガとかアカラとかは踏めばくれるぐらいのレベルは前あったような気がしたんですけど、まあ、サイガは結構顕著ですね。ちょやべえぞ。6回の裏名教攻撃に入ります。先頭バッターは水木。打った、これは強烈、いった、入った入った。なんで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 。名教攻撃に入ります。トップバッターは水木。打ちました、痛烈。全打席打って負けるのか、怖っ。同点で迎える9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で水木、今日7打点を挙げています。投げた変化球は、ここは慎重に行きたい。カウント1ボール1ストライク。投げた、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた、これいった、サヨナラアーチ、入った入った。人まずって感じですね。ポイントすんげー余ってるけどすごいね。サイガとアカハラか、まあアカハラでいいか。で試合経験点積みましょっか。これ積んで赤原っていいでしょ。いらんもんね技術。頼む、チャンスか、ミート、チャンスミート。うわー、筋力いらんって。A には絶対乗せるね。でチャンス、阿部ヒー怪我いいでしょ。肩バーっていけそうですね。うん、肩バーっていけそうだな。レレレレレレ。まあこんなもんで止めてとりあえず行きますか。静かなエピローグにも来た。第2球投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った。名教追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で水木投げた。うん、これ多分精神すっからかになりますね。チャンスやめといたらよかったな。入った入った。名教リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを、初球打って出た、二遊間ライナー破っていった。名教リードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面、これはいい当たりだ、いった。やるべきことは試合はやりましたね。あとはまあ皆さん次第的なところです。普通にありだね。やっぱユニキバだったら覚醒させるのありだと思います。
ちゃんめの兼ね合いがちょっともったいなかったっすね。阿部飛直取りになっちゃったんだよ、結局。116。これ、溢れ出る筋力、マジで、肩しかないね。精神もどうせ足りないんで、まあ、肩に振っていくことになると思います。つんよ。つんよ。まず筋力取りましょうか。これとこれは取って決定していいでしょう。で、ここからですね。これ絶対肩だよね。C にはしちゃおう。ここからか。すでに怪しい感じになってきてる。そうですね、衝撃いったらほぼ終わるな。ただ打開はいかないと筋力吐けないっすね。まあいいのかな、いいのかな、これ A にすれば。一応左で28取れるよ。あ、衝撃で取れますね。一回これで。強そう強そう、見た目。わあ。そうですね。見た目強そうだけど。青函は外せないですね。衝撃。左行ったらゲームセットだもんね、普通に。左行って競争心でいっか、これ。20か。20って足りないかも。当たりだわ。これでいいか。強っ。SS 乗ったな。普通に。おお、普通にめちゃめちゃ強いんだけど。という感じでございました。うん。まあ、もったいないなーって思った箇所が何遍もあったので、こりゃ強いね。っていう話と、すいません、やらかしましたね。このサクセスはあんまりこう、立ち回りを参考にいただけるようなものではなかったと思います。ちょっとまあ、波動高校のテーマを、ちょっとエラーで、金属で取ってしまったりとかしちゃったので、まあ、申し訳なかったという感じですね。あとは、びっくりした時に、金原じゃない、赤原、そして、サイガ。この辺がもうちょっとスムーズにポイントをくれると、ポイントじゃないですね。コツをくれると、よりいい選手ができると思います。多分、SS2 くらいだったら、明鏡高校でも盆栽でもう作っていけるんじゃないかな、という感じの手応えはありましたね。めっちゃ強い、本当に。ユニキは、やばいっすね。やばいっすね。ユニキワのパワー上限突破とかあったらもう絶対に覚醒させるレベルだね。っていうイメージでした。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。